と侮った。全てはわしの油断よ。豊臣や前田があれば織田の天下がなったやもしれ。下天など伊予一人の力で制してみせよう。よくぞそこまで鍛え上げた。平井よりも三魔の身寄りを焦がすが一挙。わしも老いたわ。求めずしていでし第四の者よ、その方こそが世をやちことしてくれるのか。いたぞ。こうでなくては面白はない。そうとも世は今命を賭している。それ式の討議にて世をもてなしうると思うてか。破れた連中すべてにそんなチャンスを与えて竜王の世は理解しただろう。気に入ったならあんたも来たら。寝言やってるよな。今日のお前がぶっ倒れてはい終了ってなるのにさ。ならやってみな。俺は何度でも目を開くぜ。解くつまみだぜ。俺は諦めねえ。望みのままに誰もが必ず立ち上がる。であれば堂々巡りの今に何を願いたいのか。またすごいものを見せていただきました。ダメだ、魔王のやつ闇の衣に覆われていやがる。栄枯盛衰だがむざむざと衰えはせぬ。屈指屈物か手向かい向くろか望みの末を選んでみせい。世の真理への反逆か。まず徒労に終わるだろうが、まあ好きにするといいか。待つな。わしは本気だ。必要とあらばこの時ごと絆の拳で壊してみせる。無事助かるという期待は今のうちに捨てたまえ。その手を傷つけるくらいなら槍を取ってほしいとも思う。守りたいのはこの世じゃない、この世のみんなを守りたい。たかが霧と侮った。全てはわしの油断よ。風魔をもてあそぶ所業武士人の心を何とする。あれは器だよ。人でもなければ心もない、ただのものだ。不損不損。よくぞそこまで鍛え上げた。必要必要。お主が倒した兵、その重みを知り、そして背負いながらもなお歩むか。君もまとめて相手してやる。覚悟しやがれ。番犬にもならない上に主人に噛みつくと
けが必要なようだね、二人とも。今日のところはこれくらいにしといてやるよ。お前ら炎の超人にみんな振り上げた。サイカの名を出す百の王、その王者が百の傷を刻んでやる。よっ兄貴、おまえ憎し、俺が鬼だからって踏みつけてくれるなよ。それならば直接毘沙門天へ。もう焦って突進するな。相手方の思うつもぞ。わしが傷つくだけでするな。あまりにも安い代償だ。うるせえ、文句は全部あいつに言いな。わしは決めた、この両腕を精一杯広げると。誠を閉ざせ。結束ならば地方いずれの軍に戻らねば。恐れながら我々では歯が立ちませぬ。人はこの世を変えられる。わしがこの手で証明する。貴様、私に詫びろ。秀吉様の兵に詫びろ。秀吉様に死んで詫びろ。この書き道が私にさらなる力をくれる。この歯がゆさ、甘んじて受けるものか。あと数箇所ほどは自分気づいておくべきでした。はい、こう名乗りを上げたし、軍神ならぬ剣を、上杉の剣士を。日常のこの私は春の夢。いいわ、ちょうど物足りなかったところだもの。あなたという名の献上品、わらわが受け取ってあげる。海賊がそんなに珍しいかよ、お嬢さん。そうね、初めて経験するわ。満足させてね。わらわに消えない傷が残ったらどうなるかしら。楽しませなさい。堅物の骨にまで染み込ませてやるとすれば、あなたに見せたい最高級そう言う。もうマジ政宗さんの王様になったら全国各地高級野菜食べ放題なのかな。行くぞ。もう密かに行部宛ての文を届けさせたが、醜き離反の義を誘発させんとしたのか。答えろ。だとすれば何だ。人の絵にしなどいずれ消えゆく。蚕の糸より頼りならぬ。ようやくこの時が来たか。随分と長かったじゃねえか。秘伝家を偽りなき上限定めるは恐ろしくもあった。テイプティージ気楽に行こうぜ。死んだとしても俺は諦めねえ。元のままに立ち上がる。我が味噌に地に突き立てる。